それも内派の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて始めるわよ。式風神開。その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なのよ。これを使い式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。十五、サスケ、水月、準備なさい。あとは十五、あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの感触につけていた舌がそのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼らはあの四人を呼び出す生贄となってくれるわ。江戸天聖の術。さあ来るわよ。すべてを知る者たち、先代のおかげたちが。これが初代火影、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内派サスケ、あんたたち火影に聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間、
指を下ろせ。分かった。ガハハハ、いやーすまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、血と長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに、ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これは、そうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには、ウチハと千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺も、もはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。片見かけ。
ぜ。終わりだ、マダラ。なら、さっさととどめを刺せ。できないか。それが柱魔、お前の甘さだ。くっ。俺の里を守る、何があろうとも里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里に仇なす者は許さぬ。本末転倒だな。それが里の闇になる。いずれ俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは、始まりにマダラと俺が望んだ里とは、一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里づくりだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ、里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄が、あんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならば、なおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして、初代火影の話を聞いて、あなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せ、サスケ。俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、
失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを、少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。ウチハサスケ、あなたが起こす新しき風を。you